石井徳久寺石井徳久寺6月11日から1970年10月24日は日本の実業家、農業共同運動指導者、政治家、衆議院議員、福岡県倉手郡近世村で醸造家、福津留石井徳久寺の長男として生まれる。1908年、大阪高等工業学校醸造家を卒業後に家業を継承。シベリア出兵に、 陸軍市長兵将尉として従軍。その後、若宮村会議員、福岡県会議員、同産次会員、軍教育会長、同育英会長などを務めた。また、農業共同運動にも尽力し、福岡県信用組合連合会長、帝国農会議員、福岡県農会長、福岡県購買販売組合連合会長などを歴任した。 1936年2月、第19回衆議院議員総選挙に、福岡県第2区から立憲政友会所属で出馬して当選。第20回総選挙でも再選され、その後翼3議員同盟に所属し、衆議院議員を2期務めた。1942年の第21回衆議院議員総選挙では、大政翼賛会の推薦を受けたが落選した。戦後、 公職追放となる。1951年追放解除。実業界では、倉手機動社長、倉手銀行取締役、京福無人取締役、石井産業取締役会長、西日本首病社長、同会長などを務めた。ありがとうございます。